一緒に遊ぼう TV の YouTuber がめちゃくちゃたくさん集まってきた。ほら、こっちにいるのがババラさんとチャイさん、こちらにいるのは、一緒に遊ぼう TV のサンさんとハナさんですね。はい、こちらにいるのは YouTube 団長 TV さんとムアリアさんとレビンさん。待って、椅子に座ってモーションしたらちゃんと動くんだ。可愛い感じで動いてくれるんだね。乾杯って。お酒飲んでるみたいだけど、これジュースだからね。うめー。ちょっと待って待って、マリオがいる。これみんなで倒れるってね。これ楽しいね、これ。なんか素晴らしいね。おお、なんかみんな合体してる。みんな合体してるよ、これ。YouTuber 合体。一緒に遊ぼう人気 YouTuber 妄想アニメ。え、何これ。え、どういう状況。なんかレビンさんめちゃくちゃでかいし。むひょ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 。今回は一緒に遊ぼう YouTuber が参戦だ。じゃあちょっともう早速やりますか、はい、ゲームパーティーを。やりましょう。今度は俺まさが転んだ、はい、一番ちっちゃくなると可愛いんですよ。仁王立ちするもんですごい可愛い。間に合うかなこれ。大丈夫か。間に合う。あ、え。え。え。やば。ここ入れるんですよ。ここ入れるんですよ。え、どこ。本当に。本当だ。え、このゲームどれぐらい課金してます、ちなみに。家具セットとかなんか1000円以上するやつは買ってないです。あ、そうなんですね。カメオちゃんはどれぐらいしてるんですか。え、いやもう2万ぐらいはしてると思います、多分。そんなに。はい、どうもこんにちは、ムアリアです。今回ちょっとやる企画はゲーム仮面の家にねアスレチックがあるんで、それをちょっとクリアしてもらってゴールエリアに行けるのかどうかっていう。いや楽しみにしてましたよゲーム仮面さん。はい、いや俺も楽しみにしてたんですよずっと。激ムズですかこれ。いや激ムズではないです。サンさんは多分5分ぐらいでクリアしちゃいました。くしゃ、え、何どうしたの。くそ、今誰かが俺の噂したみたいだな。気のせいでしょ。うわここ難しいな。いやそれ苦手なんですよ実は。いや俺もちょっと苦手なんですよ。自分で作っといて自分であんまりできないんで。ダメじゃないですか。ゲームパーティーで対決しますか。あ、やりますか。やりましょう。無自信満々ですよ。マジっすか。結構やってるんですね、じゃあゲームパーティー。いや、そんなやってない。あ、やってます。いや、でも僕は上手いと思ってる。器用そうっすもんね。いや、僕 A 型なんですよ。あ、マジっすか。すごい。え、じゃあ絶対器用じゃないですか。仮面さんは。俺は B 型です。あー、B 型は器用じゃない。マリアさんあれなんですか、パソコンでやってるんですか。パソコンなんですよ。なんかソフトがあって それで起動してるんですよ。すごい。編集は何使ってるんですか、ちなみにソフトは。パワーディレクターです。わかんないです、パワーディレクターって。なんか一番使いやすいやつなんですよ。あ、そうなんですね。今回は一緒に遊ぼう TV のサンさんの家にお邪魔しました。ゲーム仮面のうんこハウスとレベルが違いすぎて草。今の合計課金額はどれぐらいなの。これまでの全部の課金額教えてください。これまでならトータルで60万になった。マジで60万。なんかすげえ実験されてるみたい。なんかすごい、うわすごいステージがあるよ。劇場ってあれか、あれか劇場。すごい、すごすぎるねこれ。